ここなんか本当にズバリですね。悪世末法の時ってもうはっきりおっしゃってますね。よくこの経を保たん者は、中略、括弧、ここは省きます。無量の功徳を得ん。で、もしこの法師の格のごとき徳を成就するを見ては、まさに天下をもって参じ、天寧をもその身に覆い、図面に足を接して来し、心を生じて仏の思いのごとくすべし。もう、完全に仏として、供養しなさいって言ってる。こっちの頭とは顔を、その人の足にすりつけて、そうやって仏様に、昔のお釈迦様に対しての接し方でしょ？あれ、お釈迦様に対してはみんな、お顔とか頭を、御足につけたわけだよね。そのくらい、敬いますっていう姿を示したと。で、同じようにしろと。しかも、仏と思いなさいって言うんだからね。少なくとも、これもさっき言った、その同等、最低でも同等とみなしていると。そして次が、